群馬総社駅は群馬県前橋市総社町上野にある東日本旅客鉄道上越線の駅である渋川駅から乗り入れる吾妻線の列車も利用可能である駅構内短式ホーム2面2線を有する地上駅かつては短式、島式2面3線の構造だったが抽選が撤去された1番線ホームに接して古い木造駅舎があるまた2番線にあたる場所は 線路が撤去されているため、欠番になっている。互いのホームは、古線橋で連絡している。将来的に、東西自由通路を建設し、西口が開設される予定。新前橋駅管理の業務委託駅、緑の窓口、自動券売機、追加読み取り機が設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1252人で、 ある。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前通り周辺は古代、上野国の中心であった。上野国分寺跡が近い。上野総社神社四季島公園、正田醤油スタジアム、群馬駅名の由来は、前橋市元総社町に所在する上野総社神社で、あるが、旧国鉄や JR 東日本では、東京都の上野駅との混同を回避するため、 群馬県外に所在する別の駅と名称が重複する県内の駅に関しては、旧国名である上野でなく、現在の県名である群馬を関している。なお、上野総社神社との距離は当駅よりも隣の新前橋駅の方が近い。群馬総社駅は、群馬県立の運動、緑地公園である敷島公園に、 最も近い鉄道駅であり、公園内の陸上競技場を本拠地として、ザスパクサツ群馬が2005年に J2 リーグに参加した際には、当駅と陸上競技場の約 4km の間にも、観戦客向けのシャトルバスが運行されていたが、その後は廃止され、利便性の高い前橋駅や高崎駅への発着に集約された。ありがとうございます。